はい、こんにちは、誠です。はい、こんにちは、大です。今日もですね、20代のキャリアアップや企業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい。で、今日はですね、ゲストをお呼びしております。はい、今日ですね、佐藤義明さん、はい、ね、にゲストに来ていただいて、いろいろ企業のストーリーなんかをね、はい、話してもらいたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ義明さんなんですけれども、はい、まあ、もともといろいろ仕事をしながら、まあ、たまたまうちの会社に入ってきて、まあ、オーナーになって今じゃね、経営者として活躍されてるということなんで、まあ、ちょっと、自己紹介がてら、はい、まず、まあ、義明さんのことをね、はい、話していきたいなと思うんだけれども、もともと出身は、出身は新潟県ですね。新潟県、どの辺？新潟県の半蔵市というところですね。なるほど、はい、でそこで生まれて、はい、小中高まで。小中高、そうですね、小中高まで。お、はい、どんな学生時代ですか？どこにでもいるような学生でしたけど、うんうん、楽しい学生生活を送っていましたね。なるほど。え、なんか部活とかですか？小中でバスケ部やってましたね。あ、バスケ部で、はい、そっかそっか。で、高校は？ここは何もやってます、うんうんうん、なるほど。で、そっから大学受験。大学に行きたかったっていうか、新潟から出たかったんですよ。あー、わかる、それ。俺も学生の時、やっぱり地元から出たいっていうの超出たかった。自分はまあ、新潟から出たい、働きたくもない、うん、じゃあまあ大学かなっていう感じで、はい、で、それで東京でできたの？いや、群馬県です。出たは出たけど山を越えた。全く新潟から一歩も出たことなかったんで、あ、その時は、その時は、だからもうその関東っていうのがもう全部東京だと思うんですよ、うん、なるほど、なるほど。山を、あの山を越えればね、うん、そう、東京だと思ってて、はいはい、で、群馬って都会なんだろうなって、で、群馬に行ったんですよね。え、何勉強してたの？学部的には経済学科、経済学部という学部だったんですけど、まあ、それ受験勉強もね、全然しなくて受かるようなところだったんで、勉強っていう勉強を全くしてなかったんですよね。しないまんま大学に入って、めちゃくちゃ楽しすぎて、自由すぎて、そうそう、自由すぎて、なんかこうどん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 なんかダメになっていったって感じ。事前情報だと、もうかなりのギャンブラーっていうね。ギャンブラーまではいってない、まではいかないですけど、その毎日パチンコ屋に行ってましたね。毎日行ってて、それギャンブラーって言ってない？ギャンブラーじゃないの？まあ、そうですね、ギャンブラーですけど、サークル一応入ってたんですよ。サークルがその放送サークルってやつで、結構その大学、その大学では結構大人数がいて、で、まあ、なんか学園祭の実行とか準備とかやるような部活だったんで、結構半年がかりでやるんで、まあ、半年は忙しいんですよ。なるほど。そう、残りの半年はもうめちゃくちゃ暇なんで、まあ、なんか飲み会やったりだとか、パチンコやったりだとかっていう、なんか大学生活でしたね。なるほど。学校には行かずパチンコやってたってこと？そうですね、行かずですね。単位は？そう、取れるんですよね。あ、それでも OK だ。かなり緩い大学だったんですよ。緩い大学だったんですよ。はいはいはい。そう、卒業、もうみんな卒業できるみたいな。入ったらみんな卒業できるみたいな。ちょっとじゃあ、その参考程度に、その時のルーティン。朝起きます。パチンコ屋に並びます。並びます。で、まあ、ほぼほぼ夕方過ぎぐらいまで。朝9時から夕方ぐらいまで打って、で、大学行って、で、学食食べて。あ、そっから大学に行って、学食食いに大学行って。学食食べて、で、そこで、まあ、大学の友達とか、行けば誰かいる。はいはいはい。で、まあ、その子たちと話しながら、で、夜になったら友達に行って、で、酒飲んだりして、はいはい、で、朝起きてまたパチンコやるみたいな感じですね。そりゃ楽しいわな。そりゃ楽しいわ。周りもみんなパチンコやってたんで、はいはい、もうパチンコの話ばっかりでしたね。で、実際そんだけパチンコやって儲かってたの？それが結構損してたから。いやいや、もう全然損ですね。あ、損？全然損です。だからその、まあ、もちろんバイトもしてたんですけど、はいはいはい、バイトもしてたんですけど、何系の？まあ、ラーメン屋もやったし、それこそ、まあ、パチンコ屋、他の店のパチンコ屋でもやったし、まあ、工場系とか、なんか引っ越し屋とか、なんかいろいろやってましたね。お客さんとしてパチンコ屋さんにも行くし、はい、パチンコ屋でも働く、働いてましたね。もうどっぷり、もう超好きだったんですよ、パチンコとかスロットが。スロットじゃなくてパチンコ派？ああ、
でも、まあ、スロット最初、まあ、スロットの方が多かったですね。なるほど。でもそんだけやるとさ、ある程度突き詰めるとほらプロじゃないけど確実に勝てる方法とかに行き着くやつはさ、本当にそれで飯食ったりするじゃん。そうですね。そこまではしなかった。そこまではしなかったというか、もう何も考えてなかった。とにかく行ってなんかそういう生活してるのがなんか楽しくて、あ、勝ったら勝ったで、まあ、それってもう全部もうお酒とかに消えるし負けたら負けたで、まあいっかみたいな感じで生活とかそれはどうしたの？まあ、まあもちろんバイトもしてましたし、だからそこからなんかこう結構借金がつるようになった。借金もしてきたの？親から仕送りは？は、あの特にはなかったですね。あ、じゃあ学費は出してくれるけど。そうですね、学費は出してもらってましたけど。家賃も？家賃とかも確か自分で払って、なんか学生寮みたいなところだったんで。あ、そうなんだ、そうなんだ。借金？そうですね。学生で？はい。そこからまあちょこちょこ。いくらぐらいの？ちょこちょこ。そうです。まあ最終的には、260万ぐらい。まあまあいったね。まあ、あの 学校卒業してからもずっとやってたんで。うん、ああ、そうかそうか。基本負けると思ってた方がいいってことで、パチンコは。そう、基本そうですね。負けますね。基本で。負けても何とも思ってなかったですね。おー、なるほど。うん、全くその学生時代ってなんか不安とか一個もなくて、うん、毎日楽しかったし、うん、なんかこの生活がなんかずっと続けばいいなって思って、毎日過ごしてた。でもその時はもう自分が起業するとか経営者になる毛の字もなかった。いやないです社会人に なるっていうイメージも全然湧いてない。そうか社会人になることすらもイメージしてない。なんか 4年ってすげえなんか長く、はい、長いイメージあったんで、なんかまあ、これがなんか永遠に続くってなんか勝手に思ってたんですよ。4年もあるし、なんかどっかのタイミングでなんかちゃんとするだろうなと思ってやってたら、まあ卒業までこんな感じで、ちゃんとしないまま、はい、なるほど。まあでも結構ね、やっぱ学生の中では、まあそういう人たちも結構いるんじゃないか。僕、いや、まあ僕は実際大学行かなかったんですけど、高校時代もね、まあノリとしては一緒だったんで、一緒なるほど、ね、何も考えてないし、いやなるほどね、勉強しないで遊んでたんで、いやひどいね、ひどいね。あの前のゲストで中村の孤独が出た時もひどかったけど、同じぐらいひどい。ひどいなぁ。そうか、でも多いかもね。まあ、みんな周りもみんなそうでしたからね。みんなそうでした。なるほど。でもまあそんなこんなで4年経って、まあでもいよいよ卒業近づいてくるわけじゃん。そうですね。その辺からどうなるの？みんなもやっぱり、俺やっぱりどうするわなってくるわけじゃん。そうですね。みんなもう一人また一人と、なんかその就職活動するために、こうリクルートスーツになってきて、あんまりみんなこう遊ばなくなったとか、まあみんなパチンコ屋に行かなくなった、なって、でまあ。まあ、みんながやってるから、じゃあそろそろやろうかなみたいな感じで就職活動を始めたって感じですね。じゃあチャットスーツ着て、なんかこう会社説明会とかも行って。説明会は行ってなくて、なんかスーツ着て、なんか自分でなんかそのパソコンでなんか調べて、で、受けたら、受かっちゃったんで一発で。そう、それはすごいね。ここでいいかって思って。なるほど。それが飲食、前職の飲食店。ああ、だから結構大きいチェーン店だよね。そうです。じゃあそこで、就職決まって、はい、でどうなったの？それで、群馬から、神奈川の店舗に配属になったんで、はい、あ、一気に、じゃあ横浜に、横浜っていうか相模原ですね。うん、相模原の方で住み始めて仕事し始めるって感じですね。それ何年前なの？それはもう22の時だから、もう14年前ですかね。なるほど、はい、でそこからじゃ社会人が始まるということですね。社会人が始まりますね、はい。まあじゃあこっからね、もう社会人始まって、このままいったら社長にはならなそうな感じがね。いやならないよね。ありますけれども、こっからじゃあどう変わっていくのか気になるところですけれども、はい、それはちょっとじゃあ次回、ね、引き続き動画で見ていただければと思いますので、楽しみにしておいてください。はい、
キャリカレチャンネル、よかった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。はい、あとですね、LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、うん、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、うん、まあ、企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるためにいろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。